映画館、まあその映画の予告編僕見るの好きなんですけど、映画の予告編って15秒とか30秒とか、あの、つまんない映画の予告編ってすぐわかるんですよね。あ、これつまんないなっていう。で、あの、予告編が面白い映画って大体面白いんですよ。要はその30秒間の間に、あ、これ前にも言ったんですよね。あの、どっか手抜いてるっていうのが伝わってくるんですよ。つまんない映画って。 なんか面白くないシーン入れてるとか、その説明がなくて何か不思議なことを喋ってるとか、普通、あの、要は、なんか突然じゃあ、そのなんかあの、そのなんか、なんか難しい概念とか、じゃあそのなんか専門用語とかがいきなり出てきちゃうと、え、これ何の話ってなっちゃうので、こういう出来事があった結果、こういう話をしてるよっていうのが伝わるように横剣って分かってる人が作るんですよ。 で、それが分かってない人って、その本編見ないと分からないような予告編をしちゃったりとか、その本編の面白いシーンっていうのをあえて入れないとか、よく分かんないことやるんですよね。っていうのがあって、その神は細部に宿るっていうのが割と僕言葉として好きなんですけど、その15秒とか30秒の間に、完璧にこれ面白いよねっていう風に、きちんとその理論づくで作れる人っていうのは、やっぱり映画見ても面白いんですよ。 なのであのちょっと前にあの岩井俊二さんのあのスワロー・テイルって映画をネットフリックスで見たって話をしたと思うんですけどあれがやっぱりその予告編もなんかあ面白そうって何が起こる映画だか全く分かんないんですよだからそのあのチャ,チャーさんじゃなくてあチャーさんでいいのかチャーさんの曲と なんかあの香港っぽいなんか多民族のなんかあのわちゃわちゃやってる映像でなんか山口智子がバズーカ打ってるみたいななんか全然よくわかんない予告編なんですけどでもなんか一個一個は繋がっていってでもそのなんか歌で統一感がチャラさんねはい統一感があってっていうのでなんか面白そうだなって っていう感じがするんですよね。で、映画の本編も、やっぱりそれなりにその、ちゃんと筋が通っていて、で、最後に、いやいや、それ違うでしょう、みたいな、そのなんか、人それぞれ思うところを残すみたいな、そういうのがあったりするので、やっぱりその、あの、最後までこだわると、そこまでやっぱりちょっと変わったおかしな考え方の人とかが出たりするので、なので、そのなんか、映画監督の変わった人はそのまま放置した方がいいんじゃないかなと思うんですけど、 あの、最近その映画業界でなんかそのセクハラパワハラが多いみたいな記事の中に、あの、その中島監督の嫌われマツコに出てくる、あの、なんかあの役者さんがそのえと嫌われマツコの時にひどいことをされたっていうのを言ってたって話を生放送かななんか別のチャンネルかなんかで僕したと思うんですよね。あの、中谷美紀さんが、 その中島監督にずっとひどい行動をされたっていう。で、ただ、極ワワレマツコっていう映画自体面白いよねっていう話をしたんですけど、で、それが結局そのパワハラセクハラの記事の中でそのエピソードが使われたんですよね。中島監督は別にセクハラもパワハラをしないんですよ。ただ、精神的にお前の顔気持ち悪いとかクソ演技すんだとかっていうので、ね、あの、すげえ役者を凹ませるんですよ。 でも、その役者をへこませた結果、めちゃくちゃ面白い映画にはなってるんですよ。で、その、まあ、中谷美紀さんって顔も整った綺麗な方なんですけど、でもその、綺麗な中谷美紀さんっていうシーンがあんまりなくて、本当になんか、あの、な,なんだかわからんけど、こんな人生ってなかなかだよね、みたいな、まあ、まあ、映画としてもちょっと、あの、その面白いで表現しにいくかわからない映画なんですけど、って映画なんですよね。 で、ただそれがその役者を追い込むことで作り上げた演技と空気感の中であるっていうのを考えると、セクハラパワハラは悪いんだけど、中島監督が追い込むことまで否定してしまうと、面白い作品が作れなくなってしまうと思うんですよ。 なので、その、セクラパーハル良くないよね、損子音は悪いよね。は、僕はそれ全然そうだと思うんですよ。だそれ記事を書くない,いんだけど、その、中島監督の嫌われ松子の一生と中谷美紀さんの話をそこに持ち込むのはどうかと思うので、なんかそれを書いてたライターさんになんか、若干お前わかってねえなと思いました。はい。